こんにちは。いやー、どうもすいません。今週はね、先週分と合併号ということで、先週がもうとうとう撮影が金曜日になってしまって、で今週もまた金曜日になる感じだったんですけど、もうどうせなら日曜日まで待って、2週連続でやって1回分ちょっとリセットしようということで、今週は2週分ということで、よろしくお願いします。じゃあ原画像。よし、2週間ぶりの原だぜ。よし。はあ。うん。いやー、とうとうやってしまいましたね。2週分を合わせるという荒技を。うん。じゃあ、そうですね。もうちょっと薬を飲みますけどあとね、メガネを買いまして、メガネがねぶっ壊れましてね、しかもフィットボクシングをね、フィットボクシングをしている最中に落としてしまうっていう、それでフレームが割れまして、でまあメガネをね変えたんですけど、ちょっと目に合わなくて、目というかちょっと合わなくて、また交換に行ったりとかして大変だったんですよね。はい。なんかね、これ目のねこの辺にね、今見えますかね、これなんかね第二の眉毛みたいなのができて、オレンジ色のこれなんかね変な病気なんですよね。病気というかなんかまぶたに黄色腫とかいうやつで、黄色い腫瘍みたいな、良性の腫瘍らしいんですけど、なんか細胞が脂肪を食べまくって黄色くなるっていうなんかやつらしいんですよね。血中コレステロールが高い人がなりやすいらしいんですけど、確かに俺はコレステロール高めなんで、いやーちょっと参りましたね、こんなんね。まだ医者行ってないんですけどね。まあ、そのうち行こうと思いますね。いや、脂肪を食べてる場合じゃないぞ、ほんま、細胞は。ちょっとね、これね、うん、ありまして。そんな感じです。じゃあ、行きますかもね、早速ね。2週分ありますからね、今週は。では、4月の26からなんですね。まだ連休、この時からでも俺は連休ですかね。ゴールデンウィークの週の前の週も俺ガンガン休んでたんで、もうなんか、そうですね、金曜日しか仕事してないとか、なんかそんな状態でしたね、この時は。うん。で、そうですね。この日はなんかすごいですね、これ。ヨーグルト食って、シーフードを、あ、カップヌードルのシーフードを食ったんですね、これね。とんでもないですね。これですね。カップヌードルの備蓄を全然備蓄とせずになんかちょいちょい食うっていう蛮行をね、しております。なんかカップヌードルのカロリーのところを見て思ったんですけど、なんかスープって全然カロリーないですね。なんか麺ですね、ほとんどね。で、ということは逆にカップヌードルというか、ラーメンとかの汁って、なんかおやつみたいに飲んでいいんじゃないかと。数キロカロリーで飲めるっていう。だから、なんか、水筒にこう、うめえだしみたいなのを入れといて、それをこう腹減ったら飲むみたいな。味噌汁の、まあ、さらなるポータブルバージョンというか、いけんじゃないですかね。うん。なんかそれちょっと考えてみようかな。ちっちゃい水筒に、熱々の、魔法瓶に熱々のスープを入れといて、それをちょいちょい飲むみたいな。いいかもしれないですね。で、まあ、リンゴ2個にガリガリ君で1040と。この週はね、わりかしいい。この週というか、この日はわりかしいいですね。で、月曜日。うん。焼きチーズスフレ、唐揚げくん、ご飯、味噌汁。ああ、この日はね、あれですわ。ご飯ですよが妙に食いたくなって、ご飯炊いてご飯ですよ食うぞってやったんですけど、ご飯ですよ絶対もう二度と食わねえなと思って一瓶いったっていうね、やつですね。でも、やっぱさすがにご飯ですよ一瓶はね、塩辛い上に、塩分がすごいですね。なんでもうやらない方がいいですね、これはね。捨てた方がいいです。食べなかったら。はい、で、まあ、それ食って、で、美味しい牛乳、これ寝て起きて、サンドイッチも一緒に買ってきてたんで、ご飯ですよと一緒にね。このサンドイッチと牛乳を飲むっていう、やつやりました。サンドイッチで済ませればね、だいぶカロリー的にはいいんですけどね。で、まあ、アイス食ったりして、2064。まあまあまあって感じですね。そして、火曜日。この日はまあ、王将に行ったということで、まあ、一般的な王将の日ですね、これはね。ニラレバをまあ、食ってんのがちょっと珍しいかなぐらいで、一般的な王将。の日ですね、これ、ほんま。はい、王将を食ったスタンダードな日。で、あ、一応画像がありますね。この下の2つのおやつですね。これ、紹介しましたっけね、オレンジティー。これね、マイスターズっていうカロリー低めで甘さ控えめのシリーズで、ミルクティーをよく飲んでたんですけど、オレンジティーもあって、まあ、これがもうすごいカロリー低くてね。45キロカロリー。500ミリリットルでね。で、なんか、オレンジティーなかなか合いますね。レモンティーとかオレンジティーってなかなか美味しいですよね。これもね、売ってる限りはリピートしていきたい。で、これがポテコですね。まあ、こういう歯ごたえのあるスナックって割と好きなんで食べましたね。で、2043と。はい。で、水曜日。この日はポトフを食ったんですね。で、この、4人前をちょっと、まあ、野菜多めで作って、3回に分けて食うっていうのを、まあ、私最近やってるんですけど、1回に作ったら3日分にできるんで、結構いいかなっていう。手間も減るしいいかなっていう感じでやってますね。グラノーラ食ってるから、フィットボクシングもしたんですね。ちょこちょこやってるんですけどね。で、まあまあ、そんな、ポトフを食った普通の日って感じですね。はい。で、1899。まあ、そんな悪くない感じですね。なんで一応ポトフの画像があります。ドンと。はい。一般的ですね。で、続きまして、木曜日。そうですね、王将、一般的な王将の日ですかね。オレンジね。オレンジ食ってますけど、オレンジってやっぱ食いにくいですよね。カロリーはすごく少なくていいんですけど、食いにくいのがほんま難点で、最近あんま買わなくなっちゃいましたね。みかんと違ってめちゃくちゃ剥きにくいし、包丁で切ったりしてもね、すごい食いにくいんですよね、それでもなお。食いやすくする方法あんのかな、オレンジを。それが非常に。で、ポテチののり塩マヨとかいうのがね、まあありまして、まあ普通にポテチでしたね。で、金曜日。金曜日は、まあポトフをまだ食ったんですけど、ファミマの餃子ドッグとかいうのをね、食いまして、これ画像あったかな。これですね。でっけえ餃子みたいな。これはまあうまかったですけど、なんか醤油かなんかつけたかったなって感じですね。そのまま食ったんですけどね。醤油とかもあらかじめ内蔵しといてほしいですね、こういうのはね。上からかけにくいんでね、あんな外が皮になってるやつって。肉まんみたいにね、一口食って染み込ませるみたいな。まあでも餃子もそうすればいいんかっていう感じです。で2226と、うん、まあそんなもんですね。で、土曜日、うん、これはちょっと日高屋で調子に乗りまくったっていう冷やし麺を食って、冷やし麺の時期なんですね今ね。でも普通に外食してるっていうね不要不急の外食、まあ王将もそうですが、でチャーハンまで食って、うん、その他はまあまあ普通なのに、あれまあトッポとか食ってるしな、うん、まあ日高屋でこうドーンと行ってしまいましてね。はい、でトッポがまあ一応画像はこういう感じでございまして、3000と、うん、いう感じです。で、この週のまとめがないのか。まあね、この時点で体重がね97ちょうどぐらいですね、うん、なんで全然減ってもないし、うん、先週と変わらんっていう高止まりを維持した状態になっておりますね。で、このままね次の週に行きまして、5月3日日曜日、ゴールデンウィークスタートですね。日月か、同日月か水まで休みがあったんですね。で、俺この辺で確かね、メガネがぶっ壊れましてね、うん、苦しんでる時ですね、うん、でまあこの日はポトフを食って、まあ、割と一般的な感じですね。ガリガリ君とポップコーンバターとリンゴがおやつっていう感じで、あ、チーズスフレート、うん、まあ一般的な感じですね。でまあカロリーもこれぐらいだろうっていう1975と、うん、この辺はいいんですけどね。で、月曜日、これも休みですね。で休みにかまけてこうケンタッキーを頼んでしまうという感じで、まあ、それ以外は普通なんですけど、ケンタッキーが、底上げして3000と、うん、いうやつですね。でもうメガネがねほんまうっとうしくて、この日もまだ休みですもんね5月5日で、まあ肉じゃが作ったんですねこの辺で。で肉じゃがを食ってんですけど、うん、まあこの肉じゃがまだ残ってるんでね、今、うん、そろそろ食わないとね。今日はだからさすがに肉じゃが食いますね、うん、でまあ肉じゃがの一般的な日で、すごいカロリーは少なめですね、うん、でもち麦、肉じゃがの時にはもち麦を食うっていう、なぜかそうなっているんで、もち麦を食いますね。で一応画像がありまして、で味噌汁をねちょっと作りすぎましてね、またあれ味噌汁書いてねえな、これ味噌汁ね、これクソでかい味噌汁クソでか味噌汁があるんですけど、これは半分ぐらい食って、あとは後日に回しましたね。なんでまあ半分なんで100ぐらいかなっていう感じなんですけど、これ味噌汁が入ってねえな、これちょっと今入れますね。味噌汁、写真で撮ると忘れがちだな割と。これな、5月5日か、ちょっと5月5日ですね。これで追加されましたね。ちょっとグラフも変わるんでね、これ。グラフも一応上書き保存しないとな。カロリーがこれで、体重は変わんないか。サマリーが変わるのか。はい。更新できました。1555ですね。うん。まあ、これはいいんですけどね。はい。じゃあ、6日。で、この日はね、銀の皿を頼んだんですね。寿司を食ってしまうという。でもゴールデンウィーク最後の日なんで、もう、行けっていうことで、寿司をね、30貫頼みましたね。3×10 ですね。うん。これうまいですね。やっぱ回転寿司よりうまいですね。若干高いし、こっちの方が。うん。なんか、こっちの方がうまいなーっていうのは思いますね。うん。さすが銀の皿。で、この時に、先日残した半分の味噌汁を飲んでね、うん。ちょうどいい感じで、寿司に味噌汁というちょうどいい感じで過ごしました。で、この日でようやくゴールデンウィークが終わって、で、メガネぶっ壊れたのが、もう日曜日ぐらいなんですよ。で、もう、緊急事態宣言のせいで、なんか結構、その期間は少なくとも、ゴールデンウィーク中は少なくとも、店舗を休業しているっていう店舗が多くて、で、俺がメガネをよく買いに行くジーンズも、それの対象で、ゴールデンウィーク中は休業で、ゴールデンウィーク明けから開きますみたいなことだったんで、ずっと俺壊れたメガネをセロハンテープで、ひっつけて過ごしてて、もう度が合わないし、度というか焦点が合わなくて、もうほんまつらかったですね。で、この日からね、次の日にメガネを買いに行くわけですよ。で、それがこの日なんですけど、まあ外行きますよね。もう朝一で買いに行って、で帰りに安兵衛を送るというね。で、安兵衛ね、つけ麺なんですけど、これですね。普通ね、カウンターでギチギチなんですよね、ラーメンとかつけ麺やって。で、それ普通は、今はもう密がどうとか言われてるんで、一個飛ばしにしてるのが一般的で、カウンターの席って。一個飛ばしで、ここは座れませんみたいな。で、間隔を空けるみたいなのが普通なんですけど、安兵衛はなんとね、何にもしてないっていう、真横に人がいましたね。うん。そうなんですよね。びっくりですよね。で、うん。で、満員なんですよ、結構。うん。で、地下やし、地下のなんかもう、倉庫みたいなところで来るんですけど、だからもう3密をビチビチに乱してるっていうね。パチンコ屋を批判してる場合じゃないですよね。いや、もう全然いいんですけど、俺はね。うん。これがね、久しぶりに食ったんですけど、うまいですよね、やっぱ安兵衛は。で、もうやりたい放題ですよ、こんなん。帰りにまたマックシェイクも飲んで。うん。迎え酒みたいなやつですね。もう二日酔いの時に食っと酒を飲むっていう感じで、血糖値がぐっと上がったところで食って、マックシェイクを入れるっていうやつをやりましてね、うん、でその後しかも、プリッツまで食べてしまうという感じで、でもまあ意外とそれしか食ってないし、朝のヨーグルトとかチーズスフレとかをやってないんで、なんか意外とそんなでもないな、カロリー的にはガリガリ君ぐらいしか食ってないし、その後2437か、まあまあまあそんなもんですかね。で、これメガネ作ったんですけど、もうで予備のメガネもいるなと思って2個買ったんですけど、その予備のメガネの方を今かけないといけないんですよね。その本番用に普段使いのね、作ったやつ PC メガネにしたんで、ブルーライトカットとかいう、まあ、どれほどの効果あるんかわからんけど、まあ一応やって、でそうすると納期が2週間かかると。うんいうことで、予備のメガネをかけないといけないんですけど、それが、ちょっとなんか分厚い分厚いというか、このフレームが太いやつにしてしまったんですよ。予備やからまあいいかってことで。そしたらもうそれが今、その予備のやつをつけてるのがもう痛くてね、耳が。痛い痛いで。なんで、翌日に、この次の日ですね、またメガネ屋行ったんですよね。だからまた秋葉原に行って、で、もうこの日はさすがにちょっと外食やめとこうと思ったんですけど、秋葉原から帰ってきた西日暮里のマクドナルドを注文してしまうという、地元で負けてしまうっていう、家まで持たなかったですね。うん。そうなんですよ。こっちの方がカロリー高いっていうね。うん。そんな感じになってしまって、で、さらに土曜日にも、またメガネ屋行ったんですよ。この日は、そのなんかメガネのつるが締め付けすぎなんだろうなと思って、その締め付けを緩めてもらいに行ったんですけど、それでもやっぱ目痛くて、もうこれは、返品交換か、新しく買うしかねえと思って、また次の日行くんですよ。でも、ジーンズはね、返品、もう一回作ったらね、返品できないんですよね。うん。なんで、しょうがなくもう一個買いましたね。で、それがこれですね。細いね。まあ、この、なんつ、つるが細いやつにしましたね。まあ、これはだいぶ掛け心地はいいですね。うん。で、まあ、でもちょっとこの数日の間にね、どうもね、強めにしたんですけど、その2本作った方が。これは、元のメガネと一緒の度数にしたんですよ。なんかもうその方がいいかなって。近くを見るには、度が弱い方がいいなぁと思って。うん、目が疲れ、どこに原因があるか分からなかったんですけど、頭が痛くなるという。前の、その予備で分厚いメガネでね。なんで、もうどうも前のやつと一緒にしようと思って変えてね、もうこの数日でコロコロ視界が変わってるんで、頭痛いというか調子悪いんですよね、まだ。慣れるまでね。うん、なんで、まあ、それで、はい。またメガネ屋に行ったわけですね、買いに。で、この日は、メニューの数は少なく見えるけど、ゴーゴーカレーに行ってしまったというね。3日連続秋葉原はね、やばいですね。で、これがちょっと縦になってますけど、ゴーゴーカレーです。うん、いやー、これはね、いかんですね。これカロリーを調べると2404ということで、やばいですね。一撃で超えてますね。うん、ただまあ、これ食ったらまあ、この日はね、一応無事で済んだということで、はい。まあ、こんな感じでしたね。いや、面白かったですよ。秋葉原のヨドバシカメラの中にある、ジーンズっていうメガネ屋に行ったんですけど、もう、エヴァンゲリオンのパイロット登場シーンみたいな感じで、エレベーター乗ろうにも、何階に行かれますかっていう、もう、まずエレベーターの前じゃない、建物の入り口で聞かれて、7階ですって、ジーンズ7階にあるんですけど、7階ですって言ったら、もう、7階ですみたいな、こう、なんか誰かに伝えおるんですよね。で、奥のエレベーターでお願いしますとか言って、で、消毒液シュッてやって、で、人がね、そんなたくさん入らないようにっていう、コントロールがね、エレベーターでされてて、うん、物々しいなって感じでしたね。まあそれでもね、そこそこ人はいましたね、土曜日に関しては。もう金曜日、木曜日は全然いなかったんですけどね、人。土曜日はまあ、だいぶ、うん、人いましたね。土日だけ、でもまあ、生活必需品ですからね。てか、このタイミングで壊れるかって感じですよね、メガネね。なんちゅうタイミングで壊れてくれてんねんっていう。はい。そんな感じでしたね。では、体重の方見ますか。はい。これはね、ついさっき測定した体重です。というわけで、97.5。やばい。やばいよ。迫ってるよ、100が。というわけで、サマリーとしましてはこうですね。97.5。先週は97だったんですよね。で、カロリー的には今週は2445ということで、オーバーしております。カロリーグラフの方は、こういう感じですね。先週は2228だったんですね。で、今週が2445。そんなには多くないはずなんですけど、まあ、ちょっとね。まあ、食ってるもんの、質がちょっとね、外食が多かったっていうのもありますね、今週に関しては。いや、やっぱ本腰入れないと90の、ところをずっとうろうろしますね。で、カロリーの推移はこうですね。あ、体重の推移はこうですね。いや、だいぶ、この10週で最高記録を達成してしまうという。これは大変いかん。グラフのね、もう上限と下限をちょっと変えましたね。いやー、変えてる場合じゃないんですけどね。98のメモリがないともう表示されないって感じになってたんで。いやー、そんなことしてる場合じゃないですよね。いや、いかんですね。はい。という感じでした。じゃあ、コメント見ていきますかね。はい。スケイさん、レミンさんお疲れ様です。お疲れ様です。いつも楽しく拝見しています。栄養が取れているとおっしゃっていましたが、完全食を食うとかいうくだりですよね。食事内容からすると、タンパク質に比べて糖質と脂質にかなり偏っているように感じます。確かに。その点で完全食フードはバランスがいいのでお勧めされる理由も納得できます。タンパク質は腹持ちがいいので、毒食いも減らせるかもしれません。体重変動に行き詰まりを感じておられるようなので、ほんまですね。今後はバランスを気にされてみてはいかがでしょうか。まあでもバランスで言うならね、上乗せでしょ、完全食ってね。バランスはずっと欠いたままですよね。一日に足りないやつを増やすんじゃなくて、全般増やすんだから、バランスは崩れてるんじゃないですか、もともとね。俺の場合はたくさん食ってるタイプなんで、なんかその、過剰に摂取してるやつこそあれ、足りてないやつないんじゃないの？わからんけど。足りて、なんていうのかな。全部基準値は超えてて、取りすぎてるやつが結構ちらほらみたいな感じのタイプなんじゃないですかね。必要カロリーは、食べ物は普通に食ってるんだけど、偏ってるって言ったら足りてないの絶対あるじゃんっていう、その超えてる分がある分、足りてない部分があるじゃないけど、俺の場合は全部足りてるんじゃないですか。なんか、過剰やから量が。そもそもの量が。完全食は全然興味が湧かないですね、ちょっと。そうですね。なんか俺とは違う、俺向きじゃないと思いますね、多分ね。という感じです。続きまして、匿名さん。お前締め切り守れや。金曜日にアップってどういうことや。今週に関してはもう合併号になりましたね。ほら、翌年10月末のクリスマスか。クリームシチュー、上田晋也ですかね。期末テスト、2日前の中間テストか。それより、おじんは Uber Eats 使うスマホアプリを入れて、カテゴリー検索でヘルシー、ベジタリアンフレンドリー、グルテンフリーフレンドリー、ビーガン料理、ピュアベジタリアンあたりで検索すると、普通に焼肉丼とかオムライスとか出てきて笑えるから、配信の映像として見てみろ。よっぽどうまそうなのがあったら試せこら。生活圏の外にある店がリストに出てきて面白いぞ、裏。なんなら2、3駅歩いてそこまで行ってみろ。通勤にもなら、運動にもなら。ということですが、Uber Eats バリバリ使ってますね。ケンタッキー頼みまくってますね。ケンタッキーが出てくるときは大体 Uber Eats ですね。ケンタッキーが徒歩圏内にないんで、Uber で頼んでますね。Uber Eats 結構アプリ雑残念ですよね。そういうなんかベジタリアンでなんか焼肉丼出てくるとかおもろいのもあるけど、なんか散々注文悩んでよしって言ってやったのに、なんかカードに入れた商品はあなたのこの住所には到達できませんとか、なんか謎の文言が出てきてカードの中を空っぽにされるっていうね、不具合があるんですよね。あれ散々悩む前に言ってくれよっていう感じですね。店となんて言うんでしょうね、店と俺の住所が分かったらもう店選んだ時点で分かるやん、そんなことっていうね。何なんですかね、あれ困りますよね。まあ銀だことかね頼んでみたいなとか思うんですけど、まあでも出前でこう野菜の関係のやつとかはね、なんか空気しないですよね。それやるんやったら自炊するわって感じになりますよね。うん、まあそんな感じですね。今週は合併号でお送りしております。続きまして、匿名さん、野源軟骨が近くのスーパーで買えるならおすすめ。野源軟骨55キロカロリー、パー 100g で実質ほぼタンパク質。へえ。塩振って焼けばうまいし、焼くのも面倒なら茹でて練り梅と和えるなどもよし。へえ。茹でていけるんですね。焼くんは俺無理なんですけど、ホットクックしか使わないんで。茹でるがいけるならホットクックでいけますね。うん、もうガスコンロは使わないっていうことにしたんで、俺は。焼くことはできないんですけど。茹でて練り梅ね。うん。いいっすね。練り梅うまいっすよね。うん。それ、ちょっと覚えとこうかな。軟骨か。ちょっと考えてみます。ありがとうございます。続きまして、海老原光さん。レミンさんお疲れ様です。今が正念場ですね。アイスは僕もいいと思います。意外とカロリー低いし。そうそう、テラリアの配信も面白かったですよ。減量も動画配信も引き続き応援してます。そうですね。アイスはよく食うんですけど、まあ、そうはね、ちょっとカロリー高めなんですけど、ガリガリ君だったらだいぶいいですね。最近はそうあんま買わずにガリガリ君バッグ買ってますね。今巨峰味なんで、巨峰はめちゃくちゃ美味しいんで、うん、カロリーも70ぐらいですし、うん、だいぶいいんで、あれはよく買ってますね。はい。ありがとうございます。続きまして、寿司さん。あ、今週食いましたね。レミンさんお疲れ様です。自分もコロナ自粛で外出の頻度が減り、体重が増えたのでダイエットを始めました。YouTube で家でできるストレッチ動画を見たり、週1で野菜だけの日をしたりしています。一番効果があると感じたのは、朝食をオールブランにしたことです。オールブランは初めはクソまずいなと思ったんですが、バナナ豆乳やコーヒー豆乳などで食べると普通に食べれるのでおすすめです。オールブランって何？オールブラン。あー、見たことある。コーンフレーク的なやつね。うんうん。豆乳で食うんだ。バナナ豆乳とかってそんないっぱい飲んでいいの？なんか細い紙パック、ちっちゃい紙パックのやつでしか見たことないけど。それを2、3本ねーって入れるんですかね。そういえばオートミール買ったんですかね。すっかり忘れてたわ。牛乳も買ったんだ、そういえば。牛乳そろそろやばいんじゃないか。ぜひ試してみてほしいです。ご検討の方もよろしくお願いします。そうだ。まあ、俺はオートミールのことを忘れてましたね。オートミール、玄関の箱にまだ入ってんな。うん、まあ、ちょっとオートミールから試してみたいと思いますね。うん、ありがとうございます。続きまして、匿名さん。レミンさん、よくチョコボール食べてるのに全然エンゼル出ないですね。そうなんですよね。今までこの動画で出したチョコボール、1個もエンゼル出てないですね。毎日食べているのですが、確かに銀のエンゼルでも排出率渋い感じがします。もうガチャの言い方ですね。銀は20から30個に1個ぐらい。そうなんだ。金はネット情報によると1000から2000個に1個だそう。へえ。ジャグラーのピエロぐらいの確率なんですね。160キロカロリーを100個以上食べないと缶詰が当たらないとは。ひえー。どうかカロリーを気をつけて缶詰狙ってみてください。欲しいですよね、缶詰ね。うん。なんか毎回見るんですけど、裏側にエンゼルがいるかもって書いてるんですよね、こっち向きに。こうやって開けると。で、裏見たらなんもないんですよね。なんか上見ろ、下見ろ、バカみたいな感じのおしょくられ方してますよね。チョコボールをね、ちょいちょい食いたいと思いますね。ありがとうございます。愛介さん。俺もダイエット始めた。1週間で早速1キロくらい痩せたけど、そこから1週間は全く変わらず、月単位で変わらないとモチベに影響しそうだけど、レミンお兄ちゃんはよくやってるわ。まあそうですね。まあやってないようなもんなんですけどね、ある意味。何も制限はしてないですからね。思い知るっていうダイエット、記録をして思い知るってだけなんで、最近はもう、これ長く続けてるともう平気になってくるっていう。デメリットはあるんですけどね。デメリットというか、はあるんですけど、まあ、そうですね。自炊の頻度を増やしたい。っていうか、今週はちょっとね、メガネ屋に行きまくったっていうことで、誘惑が大きかったですね。あんまりあれですね、フィットボクシングしてんのも、まあ、そんなに意味があるのかっていう感じはありますけど、まあ、単に運動不足解消にね、いいとは思いますが、この後、またフィットボクシングやろうと思ってるんですけど、まあちょっとメガネを落とさないように、フィットボクシング中にメガネが落ちたんで、皆さんも気をつけてください。なんで落ちたんやろな。なんかこういう感じで、こうしてる、こうなったのか。ブロックとかかな。ブロックが出てきたから、こう、目の付近をやって、パッて落ちたんですよね。なんかこう。困りますね。はい。という感じです。じゃあ今週はこんなところで、はい。また来週からはね、毎週のペースに戻していきたいと思いますが、はい。今回一応日曜日に撮影できたんで、またずれていかないようにしたいですね。はい。じゃあ、お疲れ様です。